日本東京都港区高輪高輪は東京都港区の地名。現行行政町名は高輪1丁目から高輪4丁目。高輪地区総合支所管内に属する地域である。郵便番号は108-0074。東京都港区の南端に位置し、東京都心の境界にあたる地域である。仙岳寺駅、高輪ゲートウェイ駅、品川駅の西側のエリアにあたる。 江戸時代は、江戸の町外れで、町人町の他にも高台には、諸藩の下屋敷が置かれたことから、明治時代以降に、財界人などの邸宅が立ち並ぶ地となった。このため、今でも、都心の著名な住宅街の一つとして知られており、2012年と2014年に、週刊ダイヤモンド氏が行った調査では、いずれも、上場企業の社長、 会長が多く住む街ランキングの第一位になっている。しかし、かつての邸宅の多くは、すでにホテルやマンション、公共施設に変わり、失われてしまった。東海大学付属高縄台高校、中東部、東海大学の高輪キャンパスがあり、文京都市としての側面も持つ。また、エリアの南側にあたる品川駅、高輪口周辺には、プリンスホテルを中心とした。 大規模なシティホテルが多数立地している。仙岳寺をはじめとして由緒ある寺社が数多く点在し、緑大き佇まいの完成な住宅街でもある。町域は幹線道路である国道1号、国道15号に挟まれ、JR、新幹線、京急各線の品川駅や、都営浅草線の仙岳寺駅と高輪田駅、そして東京メトロ南北線、 都営三田線の延伸により設置された白金高輪駅があるため、地形ほど交通の便は悪いわけではない。2000年秋の白金高輪駅開設以来、2004年から2005年を境に桜田通り沿いはタワーマンションが目立つようになった。さらに2020年3月には JR 高輪ゲートウェイ駅開業とそれに伴う線路の東への移動が予定されている。 港区は線路による同じ町底の分断を避けるため、高輪2から3丁目と見た3丁目をやや広げるなど、住居表示変更を予定している。坂の多い地形で、全体に南北に長い丘陵地の形をしている。東側はかつては海に面した斜面で、斜面の下を海沿いに、東海道が通っていた。東海道は、現在の国道15号であり、江戸の玄関口である。 高輪大木との跡が残されている。西側に下ると国道1号を境に八金、白金台と接する。高輪の地名は戦国時代の軍記物語の中に高輪源として書かれていることに由来する。高輪とは高輪で道の略語であり、高台にあるまっすぐな道を意味している。ちょうど丘陵の中心部を南北に走る日本、えのき通りが、 あたかも高いところに張った縄のようであったからと伝えられる。歌川広重またこの他に、あずま鏡の中に登場する1189年の欧州合戦の際、鎌倉から故郷した人物の一人として上がっている神尾、渡郎にちなんで高縄の地名がついたとする説もある。2019年8月1日現在の世帯数と人口は、 以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。先頭仮御所仙学寺高輪消防署2本、江ノ木出張所品川駅高輪口。ありがとうございます。